はい、国産食堂のトシです。市販のルーで作るお店のカレー5人分編その2ということで、前回の続きからいきますね。前回で頑張って玉ねぎをみじん切りにしましたので、今回はこれを炒めていきますね。その1でお伝えしたように、玉ねぎはカレーの味の土台になって、5人分の場合はあんまり長時間煮込めないので、本格カレーを再現するために初めの玉ねぎ炒めの段階でもう美味しくしてしまって、これを煮込んでいくという作戦で今回の5人分カレーをやっていきます。玉ねぎ炒めが美味しさのポイントになってきますので、その玉ねぎを美味しく炒めていく過程をですね、全てほぼノーカットでお見せしたいと思います。正直絵面的には何も面白くないし、お見苦しい場面も多々ありますけれども、コックがやっているところを間近で見ているような感覚を再現したいと思います。きっと何かのヒントになるかと思います。今回はですね、炒めてる時の音をよく聞いてほしいなと思います。玉ねぎ炒めは音を聞くのがポイントですね。音を頼りに火加減や炒め加減を見ていきます。今回ちょっとプロ向けな内容になりますけども、まあこういった動画を上げてる人もあんまりいないんで、よかったら参考にしてみてください。まあスキップしながら見ていただいて全然構わないので、使い勝手がいいように、解説しているところは、まあ、こんな感じに、マークを表示しておきますので、早送りとかするとき の参考にしてみてください。それでは早速いってみましょう。まず手鍋を用意します。手鍋はですね、この写真ぐらい のちょっと厚みのあるものの方がいいと思います。あんまりペラペラの鍋ですと上手に玉ねぎを炒めることがちょっと難しいんですね。なんていうんですかね、火の当たり具合がちょっと強すぎるっていうかですね、あまり薄いとちょっと難しいんじゃないかなと思います。まあ厚さ、そうですね、この写真みたいに 2、3ミリぐらいですかね、そのぐらいの厚み以上があったらいいかなというふうに思います。もしご家庭にそういうのがなくてちょっと薄いものしかない場合はですね、普通のフライパンですね、テフロンとかでいいので、そういうフライパンはそこそこ厚みはありますので、そのフライパンでその玉ねぎを炒めて、でそれから煮込みの鍋にその玉ねぎを移して煮込んでいくと、そんな感じでやってもらえたらいいかなというふうに思います。はい、では火をつけていきますね。で最初も強火ですね。強火で鍋を20秒ぐらいですかね、温めてやります。でサラダ油も入れていくんですけども、サラダ油も大体大さじ1かそのぐらいですかね、大さじ1か2かそのぐらいですかね、そのぐらい入れていきます。でこうなじませてやって、で玉ねぎをこうやって入れていきます。こんな感じですね。で最初ちょっとこう油をこうなじませてやって、で見ててもらうと分かると思うんですけども、意外とねあんま触らないんですよ。この間もずっと強火なんですけども、意外とあんまり触らずにやっても大丈夫なんですね。今鍋の中で何が起こってるかっていうと、こうフライ、玉ねぎから水分がぐわーっとこう出てきてて、こう水蒸気がうわーっとこう出てきてるような、そんなような状態なんですね。ですので思ってるほどかき混ぜなくってもまだそんな焦げないんですね。でコツはですね、あんまり触っちゃうと甘みとか旨味が出にくくなっちゃうんですね。ですので、こう、できるだけ触らんように、こう、ぐっとこらえて、いじらんように、なるべくいじらんようにしてやると、
うまみが結構出てくれるんですね。まあ、ちょっとこれ若干プロ向けの内容になるので、まあ参考程度に聞いてもらったらいいんですけども、まあなるべくあんまり触らん方がいいというふうに思っておいてもらったらいいかなと思います。まあ、こんな感じでね、ほとんど触らないんですよ。なんかこう今ちょっと触りましたけどね、もうなんか焦げちゃうんじゃないかと思うんですけどもね、案外ね大丈夫なんです。この間もねずっと強火なんですよ。でここでこう一気にガーッとこう水分をもう出してやるんですね。それがコツですね。ちょっと今面倒なんでもう煽っちゃいましたけども、まあしゃもじ使って返してもらって全然大丈夫です。でだんだんね水分がね結構出始めてきてるんですね。で少しずつ焦げやすくなってきますので、ここで若干ちょっとだけ火を弱めますね。わかりますかね。今ちょっと弱めました。わかりますかね。で、ね、音がねちょっと若干変わってくるんですよ。ちょっとよく聞いといてくださいね。どうですかね。ちょっと分かりにくいかも分かんないですけども、ここから 3,4 分ぐらい戻したところと比べてもらったら結構音が違うのが分かるかなっていうふうに思います。まあよかったら聞き比べてみてください。まあこの玉ねぎ炒めはこの音をですね、この音のこのジーっていう音を聞きながらこう、まあそれをキープするような感じでこうジーっとこう炒めて火加減をこう調整していくというような感じにしていくといいですね。まあ、弱火体制に入る、まあ、最初の10分ぐらいまでがね、ちょっと、長いんですけども、まあ、そこさえ超えてしまったら、まあ、トータルでちょっと、まあ、3、40分ちょっと炒めるんですけども、まあ、最初の10分を、きっちり見てやったら、まあ、あとは、まあ、ほとんどそんな付きっきりにならなくても、まあ、結構ほったらかしでいけるので、まあ、思うほど、大変ではなく、ないですね。まあ、ちょっと大変かもわかんないですけど、まあ、そんなむちゃくちゃ手間がかかるっていうものでもないですね。で、だんだんこのあたりから、もう水分がだいぶ抜けてきまして、玉ねぎの糖分の部分がこう前面に出てきますので、こう少しこう色づきやすくなってくるんですね。まあ、焦げっちゃ焦げかもわかんないですけど、まあ、ちょっとこの焼き色がちょっとつき始めてきてしまうんですね。まあ、なのでちょっと、火を弱火にしていきます。はい、今までこの大きさの火やったんですけども、こうやって、はい、こう弱火にしていきました。で、弱火にしてすぐは鍋の温度は下がりませんので、弱火にした後も、まあ、時々こうちょっとかき混ぜてやりながら、鍋全体がこうじんわりなってくるようになるまで、まあ、その体勢になるまではもう少しちょっと付き合ってあげます。まあ、これ今やってるのは何かっていうと、フレンチの用語でスエって言いまして、また玉ねぎからこう汗をかくようにこうじんわりとこの水分を抜いてやって、こう旨味をこうギューッと凝縮させてやってると、まあ、そういった工程になります。まあ、厳密に言うともうこのスエとかも粉色付けたりとかしてはあんまりいけないんですけども、まあ私習ったところではこれ、まあ、チャッパって呼んでまして、うん、まあ結構カレーとかハンバーグとかに使ってたんですけども、まあ、この場合やったらそこまでね、そんなにこの今ついてるような焼き色とか、まあ、若干ついたんですけども、まあ、そんなに気にしなくてもまあ大丈夫だなっていう感じですね。煮込みますし、まあ、カレーですので、そんなに気にする必要はないかなって個人的には思います。
まあ、焦がしたらやっぱダメなんですけどね。まあ、このぐらいやったら別にそんな大丈夫ですね。まあ、今こうやってかき混ぜると、こう、水分がブワーッと出てき、水分というか湯気がブワーッと出てきますよね。まあ、こんなんを繰り返しながら、まあ、しょっちゅうしょっちゅうかき混ぜたらあかんんですけども、まあ、こんな感じで、こう、水分がこう、徐々にこう、抜けていくわけですね。で、まあ、こうやって喋ってるうちに、もうだんだん、鍋の温度も下がってきましたので、まあ、そろそろ結構もう、ほっといてもいいような時間帯になってきましたね。ちょっと音聞いてもらえますかね。今結構もうこんな小さい音になってますよね。まあ、このぐらいになってきたら、まあ結構放置状態というか、まあ本当に時々かき混ぜてやる程度で、まあ大丈夫になってきます。今でちょうど火をつけてからだいたい8分ぐらいですかね。まあ、このぐらいになってきたら、手離れ、ある程度手離れができるという状態になってきます。まあ、今日のところは、このぐらいにしておいて、またちょっと次回にですね、まあ、この、玉ねぎをまあ、火にかけながら、お肉とかの準備をしていって、玉ねぎの炒め終わりのところも、だいたい炒め始めてから何分ぐらいですよっていうのも紹介しながら、続き、まあ、お肉を炒めていくようなところ、そこのあたりをまた紹介していこうと思います。今日のところは以上になります。この続きはまた次回の動画で紹介していきます。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではお料理のちょっとしたコツやお料理初心者の方のここがわからないということに答えています。このチャンネルを楽しんでいただけたら評価とチャンネル登録で応援をお願いいたします。